大丈夫？吐いた方が楽になるかも。大丈夫。ちょっと酔っただけだから。時間を見つけて飛行免許を取るといい。役に立つはずだ。はい。まだ他にも悩んでることがあるみたいだな。全部言ってくれ。私たちが聞いてやる。大したことじゃないんだ。アリスさんの話はとても面白くて、すごくロマンのあるものだった。それは分かってる。でも僕が期待してたものとは違っていた。確かに最高の祝福が必ずしも本物だとは思ってはいなかったさ。でもああ、そんな風に思わないで。これはあなたのせいじゃないよ。強いて言うなら、ウィンドブルーム祭の特別大使なんかになって、みんなに迷惑をかけた私のせいだから。いや、私があの予言を見つけたせいだ。違う。決して君たちを責めてるわけじゃないんだ。ただ、想像していたものよりもいい結果じゃなかったし、何かを得たわけでもなかったなと思ってね。私は、得るものがあったと思う。この話はひとまず置いといて。ティマイオス、私とコレイが一緒にリーユへのウグイスさんに謝りに行こうか。ウグイスさん、彼女が怒ってないか心配だ。興奮が冷めた途端焦りを感じてきたよ。君たち顔を上げてあっちを見るんだ。ん？ウグイスさん？あれがウグイスさん？初めて見た。本当にウグイスだ！まさかモンドに来るなんて。ウグイスさん、本当にごめん。でもどうしてこんな急に。うちに会うのがそんなに嬉しかった？その、嬉しすぎて言葉が見つからないんだ。ごめん。文句を言いに来たんやけど、その様子を見たら責められるもんも責められんくなったわ。大事なことをやってるからうちを迎えに来られへん言うとったやろ。せやから逆にうちが来たってわけや。ひひ、ちょっと近くに寄ってみようぜ。人の恋路を邪魔したらイノシシに蹴られますよ。え、そうなのか。じゃあやめておくか。ティマイオスが自分の幸せを見つけられて、なんだか私も本当に嬉しいな。それよりも私はスクロースの気持ちの捉え方の方が羨ましいよ。人の幸せを喜び、見返りも求めず精一杯私を助けてくれた。お前は私たちが似てるって言ってたけど、私なんかより全然心が広い。でも私だってコレイみたいな根気と勇気は持ってないよ。多分、私たちは同じくらいいいところを持ってるけど、その方向が違うだけだと思う。私はスメールに行ったことがないし、外国の友達だってそんなにいない。だから、あなたと知り合えて本当に嬉しいんだ。それでも、これから先また知らない人と接するときは、同じように恥ずかしくなっちゃうかもしれない。けど、きっと大丈夫。
あなたは私とこんなに似てるんだから、私の言ってることを誰よりも理解できるはず。あなたの抱えてる問題はすべて、問題なんかじゃないって信じて。私、今さら自分を受け入れることを学び始めるなんて、ちょっと遅すぎないかな。セシリアの花の花器がいつか知ってる？確か、本で見たことあったような。これは、私の両親が昔、デートしてた時によく話してたことなんだって。おかしいでしょ？デート中にこんなことを話すなんて。先月ご飯を食べてた時に、お母さんがこのことを笑いながら話してたの。お父さんは本当につまらない男で、その上デートに遅刻したこともあるって。でも、それが人生なんだって言ってた。自分のしてることがいいことだって理解しさえすれば、始めるのに遅すぎるなんてことはないんだよ。だからね、やってみようよ、コレイ。頑張ってみるよ。二人とも、なんだかすごく盛り上がってるな。会話に入る隙が全くないぜ。あ、そうだ。これをあなたに。これって、種か？うん。この前、スイートフラワーを研究するのが好きだって言ったでしょ？これは、私が作った改良版スイートフラワーの種なの。すごくいいものとまではいかないけど、どれも私が真心込めて選んだ品種だよ。気に入ってくれるといいな。とても甘くて、とても育てやすいから。私、今年の風の花はこれを選んだの。風神様に、この花の良さを感じてほしいと思って。うん。これをアビディアの森に植えて、大事に育ててみせるよ。コレイ、このノートをすべて受け取ってくれ。君が勉学に励んでいることは聞いたよ。このノートは、どれもスクロースに頼まれて用意した学習アイデアをまとめたものだ。時間があるときに読むといい。それと、今後、いつでもモンドに来てくれ。歓迎するよ。ありがとう。本当に、私、もう、なんて言ったらいいか。本当に、嬉しい。あ、スクロース、今だぞ！あれだ、幸せの吐息！おわ、そうだった。危うく忘れるところだったよ。これ、この試験管に息を吹き込んで。研究のためにその幸せの吐息を保存したいの。いいの？もちろん。あ、今の何だったの？幸せの雲飛んでいったぞ。幸い試験管にはまだ少し気体が残ってる。ひとまず保存するね。研究結果が出たら真っ先に連絡するから。手紙を書いてくれ。届いたらすぐに返事を書くよ。どうやら新しいペンフレンドができたようだね。ティナリ師匠、セナさん。ペンフレンド、ふうふうと息を吹き込んでできたペンフーレンドか。僕たちスメール人のモンドでのイメージがこれでついに終わってしまった。俺がモンドを好きならそれで十分だ。ここのドラゴンは俺の好きな形だからな。そうだ、旅人、このカードの裏面を君に。これはセノの意志なんだ。おそらく彼はこの特殊なカードの裏面を使って
君と決闘したいのだろう。俺は強いぞ。挑戦する勇気はあるか。うわ、かなり自信満々みたいだ。オイラたちの実力を見せてやろうぜ。ちょっと待ってくれ。私も送りたいものがあるんだ。コレイもプレゼントを用意したのか。うん、合に行っては合に従えって聞いたから、風の花に関するものを用意した。これはスメールローズで作ったしおりだ。ホテルでこっそり作った。アンバーとティナリ師匠とセノさんに贈りたい。モンド人は今日という日に風の花を大事な人に贈るんだろ。私にとって三人とも私の家族だから。知ってるか、ティナリは俺たちが学術で結ばれた家庭じゃないと言っていた。一緒に論文を書く気はないようだ。そういう家庭じゃなくて、ただの兄弟ってことでいいんじゃないかな。うん。それからパティサラの種をモンドのみんなと旅人、それにパイモンに送るよ。わあ、オイラたちの分もあるのか。これがコレイの選んだ風の花なんだよね。ああ、これが私の答え。私にとって風の花はスメールローズとパティサラなんだ。モンドの種じゃないけど、これは私の気持ちを最も表してくれる植物だから、これを感謝したい人に、そしてこれからも一緒に未来を歩んでいきたい人に贈りたい。昼夜を問わず思い続け、幾千もの山と川を越えてもなお会いに行きたいと思える人を持つ、それこそが真の至福なんだ。うん、そう思ってくれて私も安心したよ。スクロース、あの雲を見てくれ。お？あの雲、お前の試験管に似てるな。ウグイさん、これは夢じゃないんだよね。本当にモンドに会いに来てくれるなんて、どうして来てくれたの？思いもしなかったよ。どないしたん？うちが来たらあかんの？リーウェイからモンドまでってそない疲れるようなことちゃうやろ。それからもうそろそろ直接ウグイスって呼んでくれてもええんちゃう？ウグイス？うん？ウグイス、慣れるまでもうちょっと時間がいるかも。そない緊張してまだ何もしてへんのに。僕は嬉しいんだ。ウィンドブルーム祭に僕に会いに来てくれてありがとう。星と深淵、属性を見下ろせ。